サーバーワークス AWS アップデート。こんにちは、サーバーワークスです。先週の AWS アップデート情報をピックアップしてお届けします。 RDS がブルー、グリーンデプロイをサポートしました。ステージング環境を作成し、現在の本番データベースを安全に保ったまま本番環境の変更をデプロイしてテストすることが可能です。ワンクリックでアプリケーションに変更を加えたり、データを失ったりすることなく、ステージング環境を新しい本番システムに昇格させることができます。オーロラ MySQL 5.6 以上、RDS4 MySQL 5.7 以上、RDS4 MariaDB 10.2 以上で利用可能です。AWS Organizations で、マネージメントアカウントでのみ制御可能だった管理権限が委任可能になりました。SCP、タグポリシー、バックアップポリシー、OU、サービスオプトアウトといったこれまでマネージメントアカウントでのみ制御可能だった管理権限が委任ポリシーを定義することによってメンバーアカウントに委任できるようになりました。マイクロソフトオフィス AMI を AWS 提供ライセンスとして EC2 上で利用可能になりました。このアップデートによりマイクロソフトオフィスに依存するアプリケーションを EC2 上で柔軟に実行することができます。クラウドウォッチログへ転送中のデータに含まれる機密データを検出しマスキングできるようになりました。ログデータ保護機能により、システムやアプリケーションから記録されたセンシティブな送信中ログデータを検出、保護することが可能になります。AWS ラムダがスナップスタートにより追加コストなしで起動パフォーマンスを最大10倍高速化できるようになりました。この機能により、ラムダ関数コードのダウンロード、実行環境の起動に時間がかかることによりパフォーマンスが低下する問題であるコールドスタートを解消できます。なお、この機能は Java ランタイムのみ対応しています。 Amazon Guard Duty RDS Protection がパブリックプレビューされました。 Amazon Guard Duty RDS Protection はアカウント内の既存及び新規データベースへのアクセスアクティビティをプロファイルして監視し、カスタマイズされた機械学習モデルを使用してオーロラデータベースへの疑わしいログインを正確に検出します。詳細については概要欄のブログをご覧ください。 Amazon クラウドウォッチでクロスアカウント統合機能が追加されました。 AWS リージョン内の複数の AWS アカウントにまたがるアプリケーションの監視とトラブルシューティングがサポートされたため、アカウントの境界なくシームレスにメトリクス、ログ、トレースを検索、視覚化し分析することが可能となりました。イベントブリッジパイプが一般公開されました。イベントブリッジパイプはイベントブリッジの拡張機能で、ターゲットにイベントを送信するまでに中間処理を挟めるようになっています。イベントブリッジパイプを使うと Amazon SQS、 Amazon Kinesis、 Amazon DynamoDB、 Amazon Managed Streaming Kafka、 Self Managed Kafka、 Amazon MQ などのソースからのデータをアプリケーションに簡単に接続することができます。VPC Lattice がプレビュー公開されました。VPC Lattice は、サービス間通信の接続、セキュリティ確保、監視を容易にするアプリケーション層ネットワーキングサービスです。VPC Lattice を使用すると、インスタンス、コンテナ、サーバーレスなど基盤となるコンピュートタイプに関わらず、一貫した方法でワークロードのクロスアカウント、クロス VPC 接続、アプリケーション層のロードバランシングを有効にすることができます。今週のアップデート情報は以上です。来週もお楽しみに。